はい、どうもゼルダルクです。というわけで今回もコールオブデューティーモバイル早速ね実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが以前も挙げた先行版のコールオブデューティーモバイルでして、まあ、前回の動画だと、まあ、打ち切った後のリロードがこう全部機ね変更されるとか、あとまあ BOCW 要素を少し含んだ調整が、まあ、これからね行われるよって話だったんですけど、それが今回より分かりやすくね出てる武器を紹介していこうかなということで、こちらはい、まあ、ちょうどね皆さんも気になっていることであろう、次のシーズンの新武器ピースキーパーということで、まあ、平和維持者的な意味かな。まあ、すごいこう中日チックでね、こうメタルギアとかでも出てきそうだし、で、あとエイペックスでもね、出てきますよね。ピースキーパーっていうショットガンが。ただまあこちらに関してはもう8年ぐらい前かな、の BO2 で最初に登場した銃で、最初はね、SMG の真っ白い銃だったんですが、BO3 と BO4 とね、ちょっと青色になっていって、こう AR 化になって、まあ、こう次第に強くなっていったんですよね。本当にまあ BO2 のコーラはネタ武器ではないんですけど、そんなにこう強くはなくて、BO4 でこうめちゃめちゃ強化されて、まあ、BO のね、王道武器だ、なんてねこう位置づけされていったんですが、こちらがね次のシーズンで無料開放と。でこちらの何があの BOCW かっていうと、 MW のそのガンスミスでなかった要素で、かつ、BOCW から新しくね追加されたってものが、まあ、こちらにね多く搭載されているということで、まず手始めにこちらファストマグ、まあ一応ねこれ BO4 でもあったんだけど、 MW はそのファストマグっていう概念がなかったんですよ。ただこちらに関してはこういう形でデュアルマガジンっていうね、マガジンをこう反対側につけることによって、1回のリロードでなんて言うんだろうな、逆さにして、すぐさまリロードでできるんですよ。普通のリロードってこうマガジン抜いてポーチからこうねマガジン持ってきて刺すじゃないですか。こいつに関してはマガジンの後ろにこのマガジンがねついちゃってるから、その反対にひっくるめて、つけられるっていうね、そうすごい理にかなったやつが、一応あるんですよね。まあ一応 BO4 でもあるんですが、こちら、まあ、BOCW からもね追加されてますので、まあそこもちょっと意識したんじゃないかなと。でお次がこれ完全 BOCW でしょっていう要素で、まずこちらの3つ目のバレル、はい、一応ダメージレンジっていう射程距離が上がるやつプラス、ファイアインターバル、これがですね、いわゆる射撃レートアップってことで、まあ、ステータス見てもらったら分かるんですが、ファイアレートが66に上がります。これね一応 BOCW から新しく追加されたやつで、まあ、バレルを交換するとこのレートがアップするみたいな、まあ、一応 MW はなか、あ MW なかったかっていう形で、これも BOCW から足された要素なんですよ。そうだから今までのねガンスミスとはまた違った効果がこういうバレルにねちょっと付与されているっていう。でこれはまた完全 BOCW やろっていうのがこれ、一番最初のバレルなんだけど、先ほどのそのファイアインターバルっていうのがさらに上がって、12% レートが上がるんですよ。でさらにさらに、ダメージっていうね威力ですね、単純に。まあ、今までってこういうマガジンね特殊弾薬に変えて威力上げるっていうのが、王道だったんですけど、こちらまさかのねバレルを変えて威力上げると、これも BOCW からあって普通に荒れてます。はい、今回ね、コッキング動作が入って、うわ、ジャヌさんすごい神アップデートじゃないですかってね、みんなコメント打ってくれたんだけど、コールオブデューティーモバイルがそんな一筋縄で行くわけないじゃないですか、皆さん。これね、100% 荒れるんですよ、もう俺ね、これびっくりした。あのね、マジ、運営何考えてるんやっていうようなね、性能してるんで、いや、本当にね、今回に関しては俺、もう擁護しない、コールオブデューティーモバイルを。あの、みんなボロクソに叩いて、これね、ぶっ壊れます。はい。ということで、まず通常のそのピースキーパーと、と、まあ、このカスタマイズした、ファイアレートアップしたこのピースキーパーさんね、ちょっと2つ見比べてもらいましょうか。はい、ということで、あ、ちなみにこれさらにバグってるのが BOCW 要素になってきたんで、こういう形でほらデメリット要素っていうのが、多分ねこれほら変わっちゃってるんですよね。これ他のやつもそうなのかな。例えば王道の M4 見ていくんだけど、ほら今まで通りね、まあ、こういう形でほら2個メリットに対して1デメリットみたいな、こんな感じじゃないですか、まあ、これ今まで通りだと思うんですけど、これ MW ね。ただこれ効果変わって BOCW 要素になって、ほらこういう形でデメリットなし系がなっちゃってるんですよ。まあ、一応こういう形でちゃんとデメリットもあるよ。ただ基本的には BOCW みたいな形でデメリット少なめのねやつになってるんですよね。だからこれ BOCW やってる人にしか分からへんようなねやつがあるんよ。でこれとか見てもらったら分かるんだけど、 ADS ムーブメントスピードとかムーブメントスピードとかね、移動速度アップとかついてるんよね。だからこいつだけまた特別視されるんよ。だからこの段階でまずみんな使うじゃん、うわすげえ珍しいみたいな、これが BOCW かってかと思いきや、さらにねバグってるからねこれ。ということで見ていきましょう。はい、ということでまずこちらね、ノーアタッチメントのピースキーパー見ていくんですけど、あ、ちょ待って、一回弾数見よっか。弾数がこういう形で25なんですよ。はい、25っていう形で非常に少ないんで、そこら辺はちゃんと調整してくれてるっぽいんですけど、一応頭が32、胴体が28、腕が26、
足とかも26だから、まあ基本的に胴体に当たるからまあ28って感じかな。だからまあ4発キル武器で、しかもこの霊凍力でね4発キルだから、まあちょっと24とか出ちゃう時もあるんだけど、まあそれでもまあまあまあ基本的に何発かこっちの胴体に当たれば、非常にダメージが上がってくるというかね、4発キルになるんで、まあ強いじゃないですか。まああの一番わかりやすいのがこのマンオーボーとか、ここいるあたり DRH とか、ここら辺で弾数が少ない代わりに超高火力みたいな感じじゃないですか。ほら20発ね、そうレートも遅いしみたいな、それのこいつは、弾数少ないけどレートも速いし高威力みたいな、注意力かなって感じの武器なんですよね。ただ先ほど見てもらった通り、こちらとレートアッププラスダメージアップ、これをつけると、はい、いきますよ。あ、てか俺ファストマグじゃな、え、ファストマグのリロードめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、ちょっとごめん、これはロマンや。おう、こんなかっこいいリロードなんや。なんかすごいチューニチックでいいよね。こういうのはいいんやけど、見てほら、頭38。ほら、胴体34よ。わかる？みんなこれ、どういうことか。34でわかる？はい、単純計算、皆さん 34×3。はい、サザン額、3412。あれって、100をオーバーするよと。え、じゃあ胴体3発キルっすかってなるじゃん。バケモンでしょ、この武器。ね。え、このレート力で3発キルよ。で、しかも見てもらったらわかるんだけど、ほら、35発なわけですよ。普通のファストマグつければ。しかもこれデメリットなし。あー、その回射程距離はめっちゃ落ちるって感じか。これデメリットあるけど、近距離の火力えげつなくない？これで、ね、皆さん3発キルですよ。バケモン、バケモン。あー、今日ちょっとやっぱ中距離になったら31とか出ちゃうんだ。だからそこら辺すごいシビアなんだけど、射程距離ガンガン上げちゃえば、ね、もう余裕のよっちゃん3発キルですよ。一応これタブレット？めっちゃちっちゃい。普段ね、アンドロイドめっちゃ画面ちっちゃいやつやってるから、俺自身そんな下手なんだけど、今これ。タブレットでやらせてもらったら多分俺めちゃめちゃ無双できる自信あるよ、これ。この武器。一応これレートがね、通常のマガジンというか普通のピースキーパーよりも3、4発分ぐらいかな、速くなってるんですよね。だからちゃんとレートアップもしつつ、この威力アップ。ね、理にかなった威力アップですよ。そのコッドモバイルでね、なんかクソみたいな BK5 のなんか特殊マガジンあるじゃないですか。手足のダメージが上がるみたいな。あれとか1と2しか変わらへんのよ。ただこれに関しては威力何歩上がんねんみたいな。ねえ、いや、これやばくない？34って。せめて33だよね。ギリ3発キルできないみたいな。頭に当たれば3発キルできるみたいな。そういうのがね、ちょうどいいバランスなはずなのに、お前は何をやってんねんと、ね、思いませんか？あ、けどさ、これうまいバランスなのかな？これもね、BOCW になってますね。今までの、サプレーサーって、こう、射程距離アップするやつあったじゃないですか、モノリシック。あれが強かったんですけど、ほら、これ全部射程距離ダウンしてるわ。っていう形で、なんで招待来たんや？この海外版の、誰も俺のこと特定してないはずなのに。っていう形で、これもね、来てるんで、ワンチャン射程距離低いから、超至近距離でしか使えないから、大丈夫そうかもしれない。どうだろうな、けどデフォの性能普通に強いからな。あ、けどほら、これ拡張マガジン、ほら、デメリットなしだね。だから、ちょっと性能変わっちゃってるから、ほら、ストックなしとか今までは、ブレが増加するって感じの性能だったじゃないですか。これあれだ、腰打ちだ、ヒップファイアって書いてあるんで、腰打ちの命中率ダウンなんで、まあ言うて腰打ちそんなしない人もいると思うんですよ、エイムしてみたいな。だから、普通にね、ストックなしとか性能変わっちゃってね、あれなんですよね。あ、けど、お前、カスタムしたらめっちゃかっこよくなるな。でも、かっこいいからよし。はい。ということで、じゃあちょっとこのぶっ壊れピースキーパーさん、ちょっと自分ならではのアレンジでちょっとやっていけたらなと思います。はい、ということでこれからもね、コールオブデューティー BOCW の動画じゃないわ、モバイルの動画ですね、上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっとね、回線が今ピングやばい。1、赤色のもうひどいピングなんですけど、ちょっと回線悪いながらもね、ちょっと皆さんにこの武器がどれぐらいやばいのかっていうのをね、見ていただけたらなと思います。ちょうどハードポイントあるね。やっていきましょう。まあ、一応こちら海外版なんでね。プレイヤーが、多分これ2人ぐらいかな。回線もひどいので、まあ、ちょっと見てくれもかなりひどいかと。お、ちょうど新マップじゃないですか。やっていきましょう。あと単純に私がこのアンドロイドで操作性が全く不慣れなので、まあ、そこら辺もご了承ください。やっていきましょう。まあ、この武器の TTK とかね、なんか、あ、こんな感じなんだっていうのを見ていただければ助かります。いやー、てかアンドロイド操作しづらいな、やっぱ小端末だと。すいません。当たり判定がひどすぎる。ちょうど味方が遊んでんね、遊んでるっていうか新武器で遊んでんね。すいません、これ、この回線ひどくないっすか？あ、消えた。チャドの霊圧が消えた。このネタちなみにブリーチです。すいません、チャドさん、チャドさん死ぬの遅いっすよ。一応リコイル制御はすっごいしやすい。うん。さっきから俺の目の前で敵が消えていくんだけど。俺、回線、まともにできないね。まあ、代わりにね、検証系というか、トレーニング、射撃場の打ち合いをすごい多くしたので、そこで勘弁してください。さっきはチャドのレイヤーズが消えまくってるんやけど、かませいのやめい。敵も俺のこと当てられてないっていうね。はい、PDW 使います。
なんか最近さ、コメント欄で、PDW のなんかアイコンしたやつ湧いてきてるよね。あいつさ、ツイッターにも湧いてきて、もう毎回のごとくコールオブデューティーモバイルにコメントしてくるんだよね。ああいう子っていつまで持つかなって思ってるよね。そう、なんか今までいたんよ。ジャンダルクさんってオーバーウォッチやってくださいっていうね、そのオーバーウォッチキッズが、何ヶ月かな ?3 ヶ月か4ヶ月ぐらい、ずーっとね、コメントしてたんよ。すごくない?毎日よ、毎日。すごいよね、マジで。さっきからすごい、目の前から消える。ああいう子って消えた時ね、結構悲しくなっちゃうんだよね。そう。なくして初めてわかるありがたみみたいな。で、もうひどいな、これ。やってられへんわ。はい、ということで、まあ一応ね、軽く見てもらったと思うんですが、まあ AR ながらも、そのムーブメントスピード、単純に移動速度アップ系のアタッチメントが今回付与されてるんで、このアタッチメントというか武器に。もうバチバチ走り込んでできるっていう、その SMG ならではのムーブができるんで、まあそういったところ、まあ今まで強かったそのタイプ25みたいな、至近距離特化型 AR とか AK117 みたいな至近距離特化型 AR みたいな、そういうのがね、最近なかったじゃないですか。ね。なんか ICR とか KN とかその安定系の武器がね、すごい注目されてたんですが、まあ、このピースキーパーの登場というか、このアタッチメントですね、この移動速度 5% アップとか、これがね、足されることによって、まあ、かなりね、まあ、特化型 AR っていう、まあ、火力もだってもう SMG より強いわけですから、3発キルできるんで、しかもレート爆速だし、まあ、そういったところ、またね、環境ちょっと変わりそうですね、これは。ちなみにこれ ADSG のほら、移動速度っていうのが、25% かな。バケモンレベルでアップしてるのがこれなんですよ。だから AR とは思えないぐらいの ADS 速度で、ほら、ノーマルのファロでこれよ。わかる?ほら、コメント欄で大好きなPDW くんもさ、ほら、これよ。この移動速度わかるかみんな。SMG のノーアタッチメントでこれです。はい。からの、バチバチアタッチメントしたピースキーパーがこれ。はい。どうですか皆さん。これ見て、これはもはや AR の性能超えてますからね。はい。ということで、次のシーズンでね、ちょっと化けそうな武器が今回ね、足されております。まあよかったらね、ちょっと皆さん今回のこれに対するコメントを書いてください。僕は正直、反対です。はい。ということで、これからもね、Call of Duty モバイルの動画上げていきますので、次、一応 MP7 だと新アタッチメントじゃないわ。新スコアスリカンのかな?とか、いろいろとまだまだで、ね、こちら先行版ありますので、よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。